We are back with more excerpt and continuing here with Chapter 2, Part B, Contact. あり得た未来だ。それとあり得る過去。俺にはそのうち一つだけを選択できる力があるんだと。旦那、この意味わかる？二つの世界、つまりお前のいた過去と今の時代の二つの時間軸、どちらか一つを存続させれば片方は消滅するってことだな。あんまり驚かないのね。タイムトリッパーの存在自体がすでに異常なんだよ。お前が世界にとって最も危険な存在だったのは今更の話だ。本当にタフだね。俺はもうこの力が発現しないように毎日怯えてるってのにさ。まあいい、それならもう用はねえ。旦那、もし俺が元の時代を選んだらどうする？なぜそんなことを聞く？ぶっ殺すとでも言ってほしいのか？そうじゃないけど、自分でもどうしたらいいかわからないんだ。厄介事が増えるな、ごめんだ。盲目な進化による破滅と一人のエゴによる破滅、どちらがよりくだらねえか。フレデリック、状況は？外れだ。そうか、残念だ。ギアメーカーであれば何かの答えを持っているかもしれんがな。野郎に頼るのはやめろ。お前があいつにご執心なことは知ったことじゃねえが、こうなった原因は全部そのギアメーカーにあるんだぞ。わかったよ。お前にこんな話を振った私が悪かった。では待っている。帰ったら報告書を書けよ。ザラつきが。なんだ。どうしたフレデリック、何かあったのか？なんでもねえ。また地震だ。ちょっとでかか。何だってんだ。何が起こっている？なんだこいつは。
じか。やはりギアメーカーと連絡を取れ。ご資金着のカラスでもいい。敵はじっとしているつもりはなさそうだ。ご資金着か、言ってくれる。しかし、あのクラスの巨大ギアにまで宿題が始まった。絶対確定世界の予兆ももうすぐだな。予兆？違うよ、これは本格化。これからはきっと規模が大きくなるんじゃないかな。情報体フレアの濃度も二次宇宙船の異常も体感できる絶対確定世界の前に地殻異変が起きないか心配だわ。まだ安定しないのか。これでも時勢は効くようになってきたのよ。神様を乗っ取って人間になろうとしてんだから、この程度の不具合で済めば上等じゃない。記憶の方はどうだ。断片的なことだけ。ソルのことはほとんど思い出せないけど、一つ約束だけは覚えてるって感じかな。約束？そう、この体の本来の持ち主アリアが大事にしていたことみたい。私もお前ももうすぐ人生を取り戻すことができる。もう少しの辛抱だ。そのことだけど、もうソルたちと合流した方がよくない？向こうも会いたがってることだし。あのお方がまだ戻られていない。慈悲なき啓示は彼の帰還を待ってはくれないわ。お前はジャスティスの復活を阻止できる唯一の鍵だ。安易な判断で動くべきではない。はい、でももう監視は飽きてきちゃったよ。うるせえ、ブリキのカカシ。そうだブリキ、町から出てけ。こんにゃろう、今日という今日は我慢ならん。出るとこ出てや。未成年が犯罪の免罪符だと思うなよ。ブリキのくせに名前切ってんじゃねえよ。住民票取ってから言えよな。キャー、水中のガキは妙な知識ばかり持って。大体わしはブリキじゃない。世界で唯一のバイオ合金とハイパーエコのヘアプレスエンジンを搭載した。お前がここにいると町の美観を損ねるんだってよ。父ちゃんが言ってたぞ、動く粗大ゴミだってな。そうだ粗大ゴミ。ゴミじゃない、わしは誇りある。話ぐらい最後まで聞け。お前の話なんて聞かなくていいんだよ。俺は
父ちゃんの後を継いで議員ってやつになんだかな。偉い人間になんだ。偉いやつはブリキなんかと会話なんてしないんだよ。そうか、じゃあ立派な議員になれ。そのためには弱い者いじめなんてしちゃダメだよ。ダメダメ。粗大ゴミ、俺が議員になったらゴミ箱ぐらいにはしてやんぜ。ゴミ箱負け。今度来たらケツから廃屋突っ込んでユートピアって叫ばせてやるからな。ったくクソガキどもが、バカな奴らだ。何か大事そうなものを落としていったぞ。所詮ダメムクダメかダメ人間の猿よ。偉大なわしのハイパー注意力の前ではクズ同然の存在。見つけたぞ。まさかこんなところにいたとはな。ふん、どこだろうが一緒だ、わしにとってはな。で、なんだ貴様は。君に頼みたいことがある。仕事の依頼か。じゃあそこから選べ。スーパーハイエレクトロヨロズヤ A コース、空き缶回収、 B コース、犬の散歩、 C コース。言っておくが、わしはプロだからな。安い仕事は引き受けんぞ。頼みたいことはここに書かれてはいない。だが引き受けてくれればいいねを払おう。ではオプションコースになるな。さては貴様、大富豪か。ああ、だがな、わしは金なんかいらんぞ。どうせわしに物を売るやつはいないからな。現物支給で頼む。現物支給？食料とか。アホか貴様は。わしはロボだぞ。油とかバネとかネジとかそういうのだろうが。ああ、だが洗剤と柔軟剤は忘れるな。身だしなみは大事だからな。かつて終戦管理局が巨額を投じて作り上げた技術の結晶、その君がこのように身をやつしているとはな。そういえばまだ名前を聞いていなかった。黒の日の出、黒の日の出。これもない。もう何が王立図書館だよ。これなら地元の古本屋の方がマシだ。あ、っていうか、ファウスト先生、ファウスト先生じゃありませんか。はい。あの、あなたは覚えてらっしゃいませんか。しつこく先生を追っかけていた世界一の名医という噂でしたので、もしかしたら僕の特殊な体質を治せるんじゃないかって。ああ、思い出しました。ザッパさんですね、霊感体質の。完全に私の専門外でしたけどね。耳が痛いな。ですがおかげで自分の進むべき道を見つけることができました。今は公務員なんですよ。霊障の観測を専門にしています。ところで先生はなぜここに。はい、最近大量の患者を抱えてしまいましてね。初めて見るケースでしたから、症例の情報を集めています。大量の。あの先生、その患者とはどういった症状なのですか。いや、
それは患者のプライバシーですので。黒の日の出、それに不細胞光、エリプマーブス式も、どれも今日僕が探しに来た本ばかりです。もしかして先生、その患者というのはジャパニーズのことではありませんか？どうしてそれを？